ちは。今日はパリジェンヌメイクをご紹介したいと思います。私もパリ来たばっかりっていうか1年半ぐらいしか経ってなくて、パリジェンヌっていうか新参者なんですけれども、パリにいるとこういうメイクしたくなるよねっていうメイクをご紹介したいと思ってます。私1ヶ月ちょっと前に日本に帰ってたんですけど、新鮮な目で日本に帰るとやっぱすごくメイクが特にですね、装いもなんですけど、パリとすごく違くって、とってもどっちも可愛いんですけど面白いかなと思ったので、今回はパリのメイクを撮ってみたいと思います。久しぶりに YouTube ですっぴんになるんですよね。もうなんか本当に YouTube って皆さん本当に肌が綺麗で、なんで私がすっぴんにっていう感じなんですけれども、ポール&ジョープロテクティングファンデーションプライマー01。パリにいる人と東京にいる人のすごく一番違うのは肌だと思うんですよ。肌はね、すごいやっぱこっちの方は薄付きで、今日はファンデーションをつけないで仕上げていくんですけど、ほんとこれだけですっごい綺麗になるので、特に調子が悪い肌が調子が悪い日とかは塗れば塗るほど、なんかこう年齢とともに綺麗にできなくなってきちゃうなって思うので、調子の悪い時こそこれ1本とコンシーラーにしてます。で今日もパリジェンヌメイクなので、肌は薄く軽くしていきたいと思います。ワンプッシュ取って塗ります。こっちのフェイスラインのところが本当溜まりやすいので、そこを気をつけて伸ばしていきます。あと小鼻とかも結構溜まっていると汚くなっちゃうので綺麗に伸ばします。ちょっと足りないので足します。これ SPF50 プラス入って PA も4プラスなので、これだけでもすごい日焼け止め効果が高くて最高です。でこれも綺麗に伸びてないと汚くなっちゃうんで、ハンドプレスします。これだけでもすっごい肌が綺麗に見えるんですよ。次に使うのがコンシーラーを2つ使います。1つ目はもう言わずと知れた名品、イヴ・サンローランのラディアントタッチです。私はナンバー2の色を使っています。このサンローランの部分用のこのファンデーションラディアントタッチはとってもツヤ感が出るの であんまり濃くないんですよ。コンシーラーっぽいけど全然濃くないので、とってもナチュラルなカバーができてとってもおすすめです。ファンデーションで全体につけるとどうしてもねベタっと感、塗りましたっていう感じが出ちゃうので、こういうので仕上げるととってもパリの人っぽい肌になるなと思います。ちょっと怖いけど1本2本あとほうれい線とこキャッツみたいになりましたけど、やってクマにはつけないでそれより下だけに伸ばします。こんな感じです。ファンデーションの代わりにこれでもう肌の大体は終わりなんですけど、もうちょっと色ムラが気になるところをこれで伸ばしていきます。こちらはクレドポーコレクチュールビザージュでございます。クマ、ここですね。クマと普通の肌の境目のところ、こんな感じです。ここがくすむのでここを左右つけます。ちょんちょん指に取って小鼻、あと口角も。一番違うなと思うのは日本のメイクだともうちょっとこう綺麗に隠すっていうのがあるけれども、こっちのメイクは欠点があってもいいから素肌っぽいことがすごく重要視されてるなっていう風に思います。なんか私毎日自転車に乗るんですけど、そうすると娘の学校のママとかに、私も自転車なんか乗ろうかな、こう普通にこう生きてるだけどこうローシーグロウになっていいねみたいなことを言われて、そういう素肌感とかすごい重要なんだなっていう風に思いました。大好きなアディクションのチークです。アディクションのチークポリッシュ09センシュアリーっていう色です。このマニキュアみたいなパッケージに
入っているものなんですけれども、これがねもう本当によくってめちゃくちゃツヤ感が出るんですよ。なのでチークだけど、あの粉のチークとかと違ってこれだけでも肌がツヤってなるので、それがねめちゃくちゃいいんです。ちょっとこう出しまして、手にこのパッケージだけちょっとね、なんかここに液が出てくるのでそこだけ改良希望なんですけどそれ以外は最高です。で、こう取ってポン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 、こんな感じで、でこれはこう色をのせてっても粉粉しないのでつけててもツヤ感が保たれるので好きです。でこうつなげる感じでここにも入れます。夏とかになんか日本だとやるようなチークの入れ方だけど、結構こっちの方は太陽を浴びた感じっていうのがすごく重要なようで、こういう風にメイクしてる人も結構いるなって感じがします。チークはこんな感じです。すごいこうツヤが出るんですよ。 RMK 使っております。もうこれすごいなんかパッケージも子供に壊されたし、あの使いすぎて汚いのでちょっと引きでいきます。でこれ MAC のブラシなんですけれども、結構こう細くてピンポイント使いしやすいのでよく使ってます。であんまりいろんなとこにつけないようにして、小鼻とあとこれから描く眉毛とまぶた、小指にとってにじみやすい人は、あのアイメイクがにじみやすい方はつけとくといいと思います。私はすごいあのまつげの生え方なのか目の形なのかとってもにじみやすいので、ここににじむとこにつけておきます。長年使いすぎてもパッケージが傷だらけなんですけれども、RMS ビューティーのルミナイザーです。ハイライターなんですけど、こう練り状になっているので、ツヤ感が粉っぽくならなくてツヤ感が出て好きです。指にとってこの C ゾーンのところと、あとこの目のくぼみのところつけます。おー、すごいすごいすごい、自分でやっといて感動する。おー、全然違いますね。で余ったので鼻筋やります。そうするとまたツヤ感が出ます。アイブロウは私はスックがすごい好きです。スック使っております。スック 3D コントロールアイブロウ01、結構01だから暗めの色なのかな、スックの中でもこんな感じの色を使っています。眉毛は結構パリの人もしっかり描くっていうか、しっかりあると思うんですよ元から。なので私もしっかりめに描いていきたいと思います。真ん中の結構濃い色を、これはアナスタシアのブラシなんですけど、アナスタシアのブラシに取って、こういう平ブラシすごく使いやすいです。アーチをなくしていくような感じで描きます。別にこれはあのアーチ眉が好きな人はあのなだらかにしなくてもいいんですけど、こんな感じでまず下を描きます。で私が一番難しいと思うのは眉頭なんです。眉頭は毛流れに沿ってこうピッ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 って上に描きましょうって言われるじゃないですか。それがねすっごい難しいと思って長年できなかったんですけど、まあいろいろ YouTube を見たりして研究して最近これを覚えました。この眉頭の下のところ、眉頭の底辺に置いて上にピッ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 って落ち着いてやる落ち着いてやる。ちょっと窓からの光で見えにくい、こんな感じです。今のとこで足りないところ、生えてないところですね。こういう生えてないところに向かってもう一度同じ今の真ん中の色をつけて点置きする感じでつけていきます。チョン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 、
みたいな感じでつけていきます。一番右と一番左の色をちょっと混ぜまして、で全体になぞっていきます。全体にふんわり描きます。で軽くぼかす、こちらこちらスックのペンシルです。トリットアイブロウペンシルホルダーはいらない。それでさっきぼかしてなくなってたところにまた描いていきます。窓からの光でちょっと見えにくいですので、こんなちょっと変な格好でこんな感じです。眉毛終わりました。こんな感じです。スック使ったら感動しちゃって、すっごい滑らかで描きやすいし、ぼかしやすいし、なんかぼかした時に余計汚くめちゃってなるアイブロウとかもいっぱいあるから、そんな中でめちゃくちゃ使いやすくて、少しねプチプラとかよりは高いんですけど、やっぱり買っちゃいますね。そうだ、眉毛がない人に言われても怖いと思って言わなかったんですけど、今キャンドル焚いていて、これトゥードンの友人がプレゼントしてくれたんですけど、すっごいいい香りのキャンドルで、後で香りの名前も書くんですが、なんかローズかな、なんかすっごいね、パリって感じの香りなので、ぜひ機会があったら嗅いでみてください。いつもメイクしている時にこんな儀式のように焚いてるわけではないんですが、こういうのがあるとなんかこう上手に説明できるかなと思って炊いてます。で、ここまで来たら割ともうカメラの前に立つのがだんだん怖くなくなってきましたので、元気にやっていきたいと思います。次がアイシャドウ、アイメイクですね。アイメイクがすごいポイントかなと思っていて、アイメイクとあとリップがポイントかなと思ってます。私の中で、パリの方のメイクはみんなちょっと、日本の方のメイクが結構おしとやかな雰囲気なら、こっちの方はちょっと小悪魔っぽいなっていう感じがするので、跳ね上げるちょっとキャットラインにしていきたいと思います。ビューラーは普通になんか3段階ぐらいでやってます。日本のメイクはアイシャドウとかに最近すごい色をみんな入れてるんだなっていうのに帰国した時気づいたんですけど、割とこちらのメイクはそういうところで色をなんかなかった色を足すっていうよりかは、アイライナーとかマスカラとかそういうところでちょっと頑張るっていう感じのメイクかなと思うので、そんな感じでいこうと思います。デジャブラスティングファイン E クリームペンシルリアルブラックです。で最初に私アイライナーするんですよ。っていうのも、後から上からアイシャドウした時にいい感じにぼやけて綺麗だなって思うのと、アイラインって描くの難しいじゃないですか。なのでちょっと何も他にアイシャドウとかしてない時の方が修正しやすいなと思って最初にやってます。この半分ぐらいのところから始めて、こう外にまっすぐ引っ張っていきます。うい、今でこんな感じです。こうちょっと引っ張ってまっすぐ横に描いた感じです。でこうするとここがちょっと開くので、こんな感じです。はい、左右アイラインを引きました。でもし失敗しちゃったりしたら、こうちょっと小指とかで修正しちゃえば OK です。次にアイシャドウです。アイシャドウも大好きなトム・フォードオンブルポピエ、これはフランス語ですね、後で書いときます。ヌードディップの色です。でこれもうね、本当に綺麗な色なんですね。こんな感じの、もう捨て色なしのめちゃくちゃ綺麗な色です。で数回以内に、この動画の次かその次か、まあ、数回以内にですね、ピンクメイクも載せようと思ってるんですけど、ピンクメイクでもこれを使っていくので、どっちのパターンでも使えるめちゃくちゃいいアイシャドウです。で今日はこの2色を使っていきます。最初に上の色を全体に載せます。濃い方の色はこんな感じの色で、私あんまり締め色に本当に濃い色を使うと目がすごいちっちゃく見える顔なんですよ、奥二重で。なんですけど、このぐらいのすごいナチュラルなグレーっぽい色、グレーベージュみたいな色であれば、ほんのり目を締めてくれるので目が潰れてちっちゃく見えることもないし、あとはもうちょっとこう目に印象深
みを出したい時には全体に使っても素敵なカラーなので、このグレーっぽい色も気に入っています。ではまずこっちの普通の色からっていうか明るい色からいきます。こんな感じの色でございます。すっごい綺麗なんですよ本当に。この色はチップにとって目の下にもつけます。でチップにとった時にあの目の下は特にベッてそのままつけると若作りっぽい感じになるなって思うので、ちゃんと手の甲で落としてからつけます。こう横から見た時もここにね入ってるとすごい綺麗なんですよね。もうこの色本当に綺麗で天才ですよね。トム・フォードのアイシャドウって濃い方の色を目の際にちょい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 軽くつけます。こんな感じです。で次に大事なことばかりだけどマスカラです。マスカラはこれディオールショーアイコニックのブラックを使っています。うん、まつげにポイントが置けるようなマスカラが好きですね。私は奥二重なのであんまりこうアイラインを全体に引いたりとかアイシャドウを濃いめのを入れたりすると、先ほども伝えたんですけどすごい目がちっちゃく見えるので、この目のラインじゃない横で頑張ったり、まつげで頑張ったりすると結構目が綺麗に大きく目力が出るので、そういう感じでやってます。でそういう割とボリュームが出るような外資系のマスカラもちゃんとしごかないと綺麗につけられないので、ずっと工事が本当にすいません。いきなり始まるんですよね、だいたいどっか壊れたっていうことで。で液がもったいないなって思うと思うんですが、ティッシュオフをするのは非常に重要でございます。置いてけぼりになってる毛がないように全部つけます。目尻はこんな感じでキャットラインとこうするような感じでつけています。はい、マスカラこんな感じです。で最後にリップですね。リップはまずスキンケアの時にすごい保湿を頑張りました。このアシャスリップ使ってます。でそれをつけてるんですけど、それは若干ティッシュオフします。はパリジェンヌっぽいメイクにおすすめなのが2本あるので、まずはこれサンローランですね。サンローランの The Slim Velvet Radical 304っていう色です。すっごい絶妙なピンクなんです。私はローズっぽい色をいつもよく探してて、渋くなりすぎちゃうんですよね。なんかエレガント系になりすぎちゃうんですけど、これはねとっても明るさもあってめちゃくちゃ可愛いローズです。春にもよく使いたいなっていう感じの色です。塗ってきます。ラフに塗って待ってやって、ちょっと上ははみ出るぐらいが可愛いと思うのでちょっとはみ出るように待ってしてます。すごい可愛くないですかこの色。すっごく好きで、これは一番よくするメイクですね。でも結構パリジェンヌというと赤いリップっていうイメージもあると思うし、私も今日はもうちょっと華やかにしたいなっていう時はこの赤いリップもつけたりするので、赤もご紹介したいと思います。赤いリップはこっちシャネルですね。シャネルのルージュアリュールベルベットエクストレムイデアルっていう色ですね。理想的なっていう色です。ラフにつけるのが可愛いと思います。 YouTube で勉強したんですけど、ここが短くなるとここがなんか年齢とともに長くなるんですってだからここにちょっと入れとくと若々しく可愛く見えるらしいです。とはいえすごいはみ出してると怖いんで、やっぱりティッシュオフします。最後に、はい完成です。これが私が思うパリジェンヌっぽいメイクかなと思います。ぜひパリにいない方もですね、ちょっと気分を変えてこうパリっぽいメイクしたいなっていう時があったらしてみていただけたら嬉しいです。次から次の次ぐらいのビデオで次はピンクメイクを撮りたいと思ってるので、もうちょっとこう優しい感じのメイクにしようかなと思ってるので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。今回は見ていただきありがとうございました。